10信州大学チーム。皆さんこんにちは。これから僕たちが考えた心臓突然死を減らす方法を説明していきたいと思います。心臓が止まった人を助けるためには BLS が大事です。救急隊が到着するまでの BLS、すなわち心肺蘇生法と AED の実施率を上げることができれば、心停止した人の救命率を上げることができます。ではどうやって BLS の実施率を上げるのか。僕たちは BLS は誰が行っているのかに注目しました。BLS はたまたま現場に居合わせた人が行っています。たまたま現場に居合わせた人なので、心肺蘇生法は実施できないかもしれませんし、AED をすぐに持ってくることもできないかもしれません。たまたま現場に居合わせたのが、もしかしたら自分一人かもしれません。そしたらすぐ近くにある AED を取りに行くことはできたとしても、同時に心肺蘇生法を行うことはできません。つまり、たまたま現場に居合わせた人だけでは限界があるのです。そしてこの現場に居合わせた人が BLS を行うということが、現在の心停止の人の救命率の限界につながっていると考えました。だとしたら現場にいる人だけではなくて、少し離れたところにいる人も駆けつけて BLS を行えるようにすれば、今よりも救命率が上がると考えました。ではどうやって少し離れたところにいる人が現場に来て BLS を行ってくれるのでしょうか。それを可能にするツールが BLS サポートアプリになります。これからは BLS サポートアプリについて順を追って説明していきます。 BLS サポートアプリの基本機能は、心停止した人が近くにいる場合にそれを緊急通知として教えてくれることです。これはアプリをダウンロードした人が数分以内に駆けつけられる位置にいるときに教えてくれます。そして心停止した人の位置と AED マップがアプリに表示されます。どうやって数分以内に行ける距離かということがわかるかというと、まずアプリをダウンロードした人はスマホの GPS 機能でわかります。また心停止した人の位置は119番通報することで位置がわかるようになっています。倒れた人を見かけたら119番通報をすると思います。そうすると地域の消防署の通信指令員さんが電話に出てくれて、救急車を出動させ、心肺蘇生法のやり方を教えてくれたりします。しかし、救急車が着くまでは現場にいる人で何とかしなくてはいけません。なので通信指令員さんに通報者の合意を得てから、数分以内に駆けつけられる人に緊急通知を出してもらいます。つまりこのアプリが普及すると、心停止した人を助けるために通信指令員さんができることが今までよりも一つ増えるのです。そして世の中には人の命を助けられるようになりたいという意思を持っている人たちがいます。そういう人たちは BLS 講習会に出てきたり、例えば医療従事者になったり、消防署の職員や警察官になったりしています。まずはそういった人たちにこのアプリを普及していきたいと考えています。またアプリケーションなので様々な機能を追加することができます。例えば緊急時ではなく通常時に BLS の練習をしたり、カメラで撮影して心肺蘇生法の質を評価したりすることが可能です。また将来的にはウェアラブルデバイスや街中のカメラに導入したいです。そしてもし人が倒れたら助けられる距離にいるすべての人に緊急通知が行くことに合意ができる社会にしたいです。
このように社会的認識を変えることができて初めて、心臓突然死を減らすことができるのではないでしょうか。そうなるための第一歩として、信頼チームは BLS サポートアプリを提案します。ご清聴ありがとうございました。